八代目、沢村宗十郎、一月8日昭和五十年十二月二十五日は、歌舞伎役者。野豪は、木の国屋。縄文は丸二のアザ。カエは花あり足ありのササリン配合に甲が東光がある。本名は、沢村久夫七代目、沢村宗十郎の三男。大正二年東京帝国劇場で五代目、沢村玄平として、 初舞台を踏む。大正15年4代目沢村突章を襲名。昭和4年2代目、市川佐団寺の養子となり市川松むしとなるが、昭和11年佐団寺と船下となり元の沢村突章に戻る。その後は、新宿第一劇場で青年歌舞伎の盾を山として活躍し、将来を植望される。戦後は、吉右衛門劇団に所属、昭和十八年歌舞伎座。 菅原伝授手習い館の桜丸と宮森主の勇士でで八代目沢村総重郎を襲名。おおらかな芸風でお山として活躍。森綱陣屋の早瀬では芸術最祥を受賞。天文に恵まれていたが破棄に欠ける感があり、また病気に倒れたこともあって、活躍できぬまま不遇のうちに67歳で死去した。キャラ仙台萩の沖の井、熊谷陣屋の藤の方。 奏で本中心村九段目のお石などが当たり役。兄が五代目、女高屋高助、五代目、沢村田助、実施には九代目、沢村総重郎、二代目、沢村東重郎、弟子に五代目、沢村哲之助がいる。母妃は田島山十一家事の事要員にある。ありがとうございます。